やはりもう巨人の選手よりはもう一ついいものを持ってますからね。はい、バッターボックスは8番の道原、ボール2からカーブ決まりまして、ライトルに1本、キヌガさん2本、この4人で、そのうちの9本を打たれています。はい、ピッチャーの横抜けるか、河野すくい上げて1塁へ、軽快なプレーです。しかし江川がマウンド上うずくまっています。バッテリーが5なんです。はい、さてその江川ですが、この苦手としたクリーンナップに、はい、山本浩二はセカンドフライでした。ライトルはショートフライ、水谷はサードゴロ、衣笠は三振。ピッチャーゴロです。江川から一塁へ、右足はキャンバスより2メートルほど前に構えています。ショートの河野も前進守備、篠塚も前の守備です。ショートゴロ、河野取って一塁へ、一塁アウト。衣笠がね、山本浩二に、浩二よ、江川がいる限りお前のホームランキングは大丈夫だよ、言ってましたしね。ことはない、打撲ということで、左手 の、 手首の外側に当たったんだそうです。手首の外側、はい、ああそうですか。王女監督によるとちょっと赤く腫れてきているという、あの場合にはボールの跳ねどころは良かったですからね、ちょっと大丈夫じゃないかと思いますけどね。あそうですか。さて2度目の山本浩二との対決になります。今日はライトルに対しまして投げました145キロ、これが、これまでの江川投手の一番速い球です。初球がボール、2球目外角ストライク、ワンエンドワン。これも見事、しかし2エンドワンと追い込んでいます。先ほども2エンドワンと追い込んでからセカンドフライでした。カーブボールです。ボールになると三振を取りに行ったボールですよね。ああそうですか。2-3ファウルです。で勝負という形でしょう。あそうですか。3つ続けましたよね、カーブを、はい、次の球です。外角のまっすぐファウルです。本本浩二現在打率が2割8分8厘、ホームラン5本ですが、これもファウル、ホーム方向に吹いています。投球が9球目カーブです。引っ張って三塁線ファウル。しかしここまでは1球たりとも危ない球はありませんか。はい、カーブ三塁線ゴロ、取りました、フェア、鼻から一塁大遠投、アウト。ホッとしたところです。ホッとしたところ、このツーアウト、一番江川の怖いところは、はい、一発病、外人病。僕はツーナッシングピッチャーなんですね。ツーナッシングピッチャー、はい、はい、早くもどんどんストライクが先行。だから一つはクイックスロー、速い球、はい、速い球、緩い球と。カーブ打ち上げた、レフトへ、レフトバック、レフトバック、山本浩二落下点に入りました。シングルハンド取りました。意外にライト方向に持ってくれる、はい、懐の深いバッターですからね。近めボール、ワンゲン、いつも与えるピッチャーじゃありませんでしたけれども、極端に少なくなったのはどういうところにあるんでしょうかね。一つはですね、その反面一発食らうケースもあるということですね。はい、しかし得点差は2点があります。まあ、カープとしてはやはり打つだけでしょうか。センターへ、センターの松本バック、松本バック向こう向き、まだなおバック、なおバック、シングルハンド取りました。高く上がったライトフライ、ライトの淡口手を挙げました。前進しています。両手で慎重に掴んで、先頭バッター塁に出ましたが、一塁に速い球、バットが折れたような感じ。山本浩二前進しています。取りました。ホームランされたボール、はい、あれ受け取りましたキャッチャーの道原はね、ボールにしようと思って投げさせたんだ、はい、実際にボールだと思い切って私聞いてみたんですよ。なんて監督とぼけてましたね。そうですか。実は知ってたんですね、はい、その後大体ね、言わないですね、言わないんですか。気の強いピッチャーでも、やはりプレッシャー感じますからね、疲れますよね、ベンチでいましても。でベンチもぎこちなくなるんですよね。はい、はい、三振が一つしかありません、はい、これがね、今日の映画の特徴ですよね。空振り三振二つ目、落ちますね、はい、もう特に左のバッターに対して縦のカーブっていうのは効きますね。躍動的な投球フォームです、はい、よく前の左腰の引っ張りがいいですね。の調子、はい、十分掴んでると思いますかね。それを形に表してほしいですね。はい、9
球種とか狙い方向衣笠、ここが再三お伝えしてますが3割以上のアベレージを江川から奪っています。サードゴロ、原が取って一塁へ、一塁アウト、4つを粘りましたがサードゴロです。3度目のクリーンアップを迎えます。やっぱりこの山本浩二ライトが打たないとベンチが盛り上がらんというんですよね。そうかもしれませんね。引っ掛けてファウル、その中に15位にようやく2割9分2厘でおりますが、この不振が、このところの最近の不振がちょっと表情が和みました。マウンド上の江川、外角の速い球ボール2-3。いや、やはりだいたいこの後半内で気持ちを盛り上げてきますからね、乗って余計乗ってくるでしょう。はい、ファウルです。彼知れないものがありますね。はい、だから目的がないとちょっと集中力上がりますからね。はい、これはヒット、レフト前にヒットが出ました。カープの初ヒットです。この後まだ得点は2対0です。切り替えが大事ですね、はい、それはショートフライとレフトフライ、ワンエンドワンから3球目カーブ決まりました。2エンドワン、3つを取りたいという感じが強いでしょう。はい、ファウル、バックネットを越えました。ノーアウトランナー一塁、2エンドワン、カーブってセカンドゴロ、ワンバウンド、鈴木から河野、河野から一塁は間に合いそう。ランナーが入れ替わりました。バッターボックスには水谷です。怖いバッターが続いています。ファウル、バックネット、2ナ、ファウルです。なくなりましたが2対0ジャイアンツリードしています。キヌガさん、ああそうですか、はい、2球目です。外角ちょこんと出したが打球が伸びている、伸びているがどうか、ファウル。バッターはもう狙ってきますからね。あ、そうですか、これは、当たり損ないです。ショートフライ、河野が両手を8回で100球目に入る、まずまずのペースですから、ね、はい、はい、差がなくなるとこういう後楽園乗り込む前の話だったんですが、ショートゴロ前、二宮がキャッチボールを始めました。ワンエンドツーカーブ打ってサードゴロ、ショートバウンドすくい上げた、ちょっと山間という感じもあるんですけど、手が死んでますよね。なるほど、軽快なスナップスローでツーアウトです。バッターがキャッチャーの水沼、自分のペース、はい、マウンド上の笑顔を感じますね。どんどんと追い込んでくるんですよね、はい、速い球出て2つです。ツーナススイング、ピッチャーの頭を越えた、河野から一塁へ、3アウト、記録があります。昨シーズンも3安打完封というのが3回。サードの原が前進守備、ショートには鈴木康、バックネット投球数が6球目、ファウルです。あのスピードもちょっと遅れると非常に練習中から悩んでましたね。カーブ、空振りのホームランを打ちました長内。工事にヒットを打たれました。ヒットを打たれる相手としてはもうしょうがないという感じではありますよね、はい、今日はいい場面ですよね、はい、とは今日はセカンドフライ、サードゴロ、そして唯一のヒットをレフト前に打っています。近め、ボール2、1安打完封なるか。カーブ決まりました。表すでに2アウト、打った、これはホームラン。山本浩二バックしましたが諦めました。ホームランです。文句なしのホームラン、第6号が飛び出しました。完封目前、江川打たれました。しかし得点は3対1、まだ2点はカット抑えたいと思っている相手でしょうしね、はいはい、外角ボール、2エンド2、水谷一発ありますからね。そうですね、セカンドゴロ、2エンド2、カーブ打ってピッチャーゴロです。出川取ってゆっくり一塁へ、
2安打完投勝利です。しかし最後に山本浩二にホームランを喫しました。その分だけちょっと表情がいまいちというところでしょうか。そうですね、やっぱりあの